藤井雄一郎は日本の元ラグビー選手でトップリーグ福岡サニックスブルースの元部長兼監督。現役時代のポジションはセンター、ウィング。次男の達也もラグビー選手。天理高等学校、名城大学卒、社会人ではニコニコ、同、サニックスで2001年までプレーした。2002年に母校である名城大学のヘッドコーチに就任。 就任1年目で、中京大学の東海リーグ133連勝を止め、翌年、大学選手権出場は逃したが、20年ぶりの東海リーグ優勝に導いた。2004年、サニックスに復帰し、バックスコーチとなる2005年には監督に就任。トップリーグ昇格当初低迷が続いたサニックスだが、藤井の監督就任後、3度の入れ替え戦を、 行っているものの着実に順位を上げ、一度もトップリーグからの降格はしていない。トップリーグ唯一の雑草集団と言われるチームを引き残した戦績は日本ラグビー界から高い評価を受ける。2013年トヨタ自動食器に入れ替え戦で敗れ、降格。2014年シーズンは九州リーグトップチャレンジ全勝でトップリーグに復帰したが、 最下位に終わり1年で再降格した。2015年シーズンは九州リーグトップチャレンジ全勝で入れ替え戦でも NTT ドコモレッドハリケーンズに勝利して1年でトップリーグに復帰した。2016年より現役監督としては初めて日本協会理事となる。2018年サムウルブズに所属、キャンペーンディレクターを経て GM に就任、サニックスの監督を退任。 日本ラグビーフットボール協会15人制代表、副協会委員長に、就任2019年サンウルブズ GM は継続。ラグビー日本代表15人制副協会委員長より15、政協会委員長へ昇格。ラグビー日本代表史上初のベスト8に貢献する。 2. ワンチームはなぜ生まれたか https コロンスラッシュスラッシュ www.amazon.co.jp スラッシュ e8%97%a4%e4%ba%95e9%9 バイト %84%e4%b8%80%e9%83%8ee B08DDQJPHT レフイコール DP バイラインコントブック1 3ワンチームの奇跡ありがとうございます